レモンみかんさんありがとうございます、えー、ギフトグッズ、白、えー、マボアブルゾン、あさって当日は、白、えー、マ動物園になるのではないかしらとコメントされている人がいて、えー、大爆発、うん、寒くないようにと、えー、着ぐるみみたいなデザインを用意してくれた。えー、羽生さん,、うん、羽生さん、えー、家から現地まで。えー 来てていいくぞと皆様方は張り切っていますシュロクマボアブルーゾンは注文が多くお届けは4月頃になりそうだということでした。うんはいということですね、なるほど、うんなんかそういうことらしいですよあ。これはかなり寒いということなんですね、今回、東京ドーム。うん はい。そして、ハニーブーさん、よろしくお願いします。えー、羽生選手とクランプの、えー、コラボ絵本の予約がすでに始まっていますよ。えー、そういえば、絵本も、えー、出すんですね。うん。えー、価格は3300円、64ページ。えー、今年の9月に発売です。はい。ちょっと忘れてましたけど、えー、そういうことらしいですよ。うん。 そして、ノエル・タティノさん、よろしくお願いします。えー、カブ君こんばんは、えー。フィギュアもシーズン終盤で面白い料理会が続きますね。私は、カオ君の活躍に期待しています。えー、4大陸で、えー、金メダル 金メダリストになってしまった選手ですもんねまだ荒削りですがあのスピードの速い演技に鮮年さが加わったらと期待してみています。ジュニア頑張ってほしいですね。あとニキビがかわいそう。うん。年齢的なものなのかな。 えっと、羽生選手は、えー、それとは全く無縁でしたんで気になってしまうんですが、あの、年齢的なもんでしたら触らずに、えー、プ,ロアクプロアクティブのような化粧水を使えば早く良くなるかもしれません。えー、それとももうお手入れしているのかなえー、丁寧に洗顔すれば治るとは思います。早く良くなればいいですね。うん。えー、っと、多分、まあ思春期、まぁ、あ、なんだろう。 のあたりの特徴、思春期のど独特の、えー、特有のですね、そういったニキビだったら、まあ治るかとは思うんですが、えー、松田拓樹さんも以前なんか結構ニキビあったと思いますが、最近はね、結構お肌きれいになったのかなっていう感じがするんで、えー、っと、まあ、えー、性質もあるかもしれませんけどもね、うん。 三木美のさん、よろしくお願いします、えー。生観戦される方、楽しんできてくださいね。私はライブビューイングで楽しみます。うーんいや、ほんとですね。もう始まりますよ。えー、僕は皆様のコメントを見てあの楽しんでいきたいと思います。そして、ルコピアクラさん、えー、っていうね、えー キャー、カブさん、びっくりしずりて、ご挨拶忘れてしまってすいません。うん。カブさん、こんばんは。え、ギフト最後に追加チケット発売。なんと、うん。明日はお仕事なんですが、頑張ってみます。あ、その時は Wi-Fi よりキャリアの電波の方が、あ、キャリアの電波のがいいですよね。キャリアの、ね、電波って、うん、なるほど。え、最後にお気軽に頑張ってみます。いやーね、ほんとなんですよ。ちょっとびっくりしましたね。1日2日前。うん。 緊急情報でしたけど、望、えー、み、えー、あの奇跡が起きることを僕は祈っております。はい。アーニャさんよろしくお願いします。 えー、かさん、こんばんは。えー、スターズ o s を行う、岩手県欧州、あ、岩手県欧州市ですね、と読みます。で、今回の一部のファンのいざこざで思い出したんですが、えー、昔スペインに行った時に、マドリッドでサッカーの試合を見に行きました。えー、スタジアムの前にいる、アウェイチームが乗ったバスが到着すると、ホームチームのサポーターたちが大ブーイング、すごいやじ。えー、スペイン語なのでよくわかりませんが、帰れとか、なんとか言ってた言ってたら、 あ言っていたらしいです、えー。帰っちゃったら試合できないんですけどね。だから日本のとりあえずフィギュアファンは、まだおとなしいというか、一部は演出というか、えー、ネット上だけであって、会場でリアル喧嘩はないだろうし、スピンでは客席で大声で口喧嘩をしている女性もいましたよ。試合中に、あ試合中ュースね。そしてそれを一緒に来てた男性が眺めていました。えー、見てる分には面白かったです。えー、さて、いよいよギフトです。 えー、私は明日東京へ向かいます。いやあ楽しみですね。あのー、皆さん、今、まあ多分朝をむもそ迎えていると思いますが、えー、気持ちいい、とても本当に眠れないっていう方も多かったんではないでしょうかね。まあ、このようにですね、まあ、結構フィギュアスケート以外、まあ、サッカーですが、あのー、まあ、えー、ネットだけじゃなくて、実際にもね、荒れてるということなんで、結構それは、それに比べると、フィギュアスケートはまだマシかなっていう気がしますね。 確かに。アルケさん、よろしくお願いします、えー。ギフトで盛り上がっているところに申し訳ないです。乗ってステラートで羽生さんのシンプルがあるかもです。おお、ありがとうございます。来月、デイビッド・ミルソン氏が乗ってステラートの振り付けのために、えー、来日するようです。大きい情報ですね。ありがとうございます。おお、どんなプログラムになるんでしょうかね。デイビッド・ミルソンさん来るんですね。 うん、あこれはまたまた楽しみですね。デイビッド・ウィルソンっていうとね、いろんな羽生選手の振り付けをね、えー、カナダにいた時もされていたかと思いますけども、結構ね、久しぶりな感じでしょうかね。うん、非常に楽しみです。 そして、ムイピーさん、よろしくお願いします。カブ君こんばんは。いろいろ情報です。ディズニープラス見逃し配信期間は3月12日日曜日23時59分までだそうですよ。結構長くやってくれますね。嬉しいです。 うん、そして、ライブビューイングに関しては、えー、残席残りの席ある映画館のみで、2月25日土曜日0時からチケット販売、えー、各映画館サイトにアクセス、お知り合い、ご友人にお勧めしてはいかがでしょうか、うんはい。ということでございますよ。 まだ選挙が残っているということでございます。そして、ギフトのチケットの追加販売は、2月25日土曜日12時先着です。うん。えー、座席発表、あ、先着ですよ。先着。 はい、えー、座席発表、注釈付き S 席バルコニー,、えー、注釈付き A 席、2階スタンド、ステージ、えー、サイド席、外野、頑張って座席を作ってくれています。ありがとう。でもきっと瞬殺です。頑張れ。ってことは本日ですね。皆様の時間で、えー。12時ですよ。先着ですよ。うん、先着。はい。いやー、皆さん大変ですね。頑張ってくださいね。うん いや緊張しますね、先着って聞くと。テ、え、ラ、ー、様、よろしくお願いします、えー。ギフトまであと2日と羽生選手からお知らせありましたね。えー、かわいい。キャー、かぶくん、あさってですよ。 うん、どうしましょう。もうこれ皆様時間で明日ですよ。ギフト、どうしよう。すごいドキドキする。えー、羽生結弦かけるクランプのギフトの絵本。えー、先ほど注文しました、えー。9月1日発売でずっと先になります。しかし、羽生選手のプロになってからのアクロバティックな行動力を見ると、きっとこの先も私たちが、えっと驚くような事態が起きて、想像を軽く超える世界を、えー、見せてくれていると思うので、あのー、 9月にこの絵本を手に取る時には、タイムカプセルを開けたような感覚で、ふ、こんな時もあったなぁと軽くノスタルジックな気分でページをめくっているのではないでしょうか。そんな妄想もしてしまうほど怒涛の展開でした。うん。えー、そして明日はギフトイブですね。リフトイブ。えー 日付が変わるときにカウントダウンをしてお祝いをしたい気分です。いいですね。イブってなんか本ね、結構なんかイブのときって、あの、すごいなんか本番よりもなんかウキウキする気分があったりしますよね。なんかまた違ったウキウキ感というか、うん。すごいそういったものを感じますよね。うん。で、後から来るような絵本とかも、まあほんとタイムカバー、確かにこんなこと、これ買ったなっていうね、そういった喜びが後から来るんで、二重に喜びが増しますね。 はい。 ハニープーさん、よろしくお願いします。えー、ギフトを乗っての、えー、チケット落選続きだったユズ、えー、どモさん、えー、ピアプレミアムで、えー、スターズオン・ワイスアリーナー当選したそうりです。あ、よかったですね。そしてギフトのライブビューは落選していたんですが、えーで、ディレイビューが取れたとのこと、よかった。あ、良かったですね。あの、ギフトのライブビューが落選したっていうのは、これおそらく初めて聞いたかもしれません、僕。うん。でも、ディレイドビューが取れたということなんで、これは かったですねさっきツイッターを見てた羽生さん推しのスターズ・オン・ワイスのチケット、えー、取れたという方を何人か見ました。インが発表になってからすぐにチケットを申し込んだのにもうゲット出てたんですね。おなるほどですね。ってことはどういうことなんで一体、うん。結構チケットあったということなのかな。うん 羽生、えー、ープーさん、今のコメントについて、今のところ落選者をほとんど見ませんね。うん、私、最前列当たったらどうしましょうね。なんか、結構当たっている方多いということなんで、チケット、まだ結構余ってるということなのかな。うんえー、クミさん、よろしくお願いします、えー。とにかく羽生さんのネームバリューが欲しいのですね、えー、絡ませたいのでしょう、私はそう思います。 羽生さんはもう別格ですからすべてにおいてとにかく、えー、羽生さんのお体が心配ですね、えー、どうぞお体をいわれますま,ます、えー、だますますのご活躍をお祈りしますうんいや人気ですからねまあ相性やっぱりこうまあネーマリューの可能性もあるとはもうそれもねあるとは思うんですよねうん